ダスティベーカーは2016年から2シーズン、ナショナルズの監督を務め、ナショナルリーグ東地区に連覇を達成するも、ディビジョンシリーズを突破できなかった。この一覧は、MLB のワシントンナショナルズと前身の、モントリオールエクスポズの監督を務めた人物の一覧である。ワシントンナショナルズは1969年のエクスパンションによって、モントリオールエクスポズとして誕生した。 2005年からワシントン DC をホームにしている。現在まで16名の監督が歴任している。初代監督は、ジーン・モークが務め、ジム・ファニング監督時代の1981年に、地区優勝を果たしている。また、フェリペアルー監督時代の1994年は、東地区首位だったが、ストライキにより、シーズン途中で打ち切られたために、地区優勝とはならなかった。球団が ワシントン・ナショナルズとなってからは、2011年、途中から監督を務めたデイビー・ジョンソンの下、2012年に地区優勝を果たす。最優秀監督には1987年のバック・ロジャース、1994年のフェリペアルー、2012年のデイブ・ジョンソン、2014年のマット・ウィリアムズが選出されている。2018年に就任したデイブ・マルティネスが監督の、 時代、2019年に、球団史上初のリーグ優勝、およびワールドシリーズ優勝をしている。フェリペアルーマニーアクタデイビー・ジョンソン。ありがとうございます。